はい、本日はですねパックティーを購入しましたのでそちらの紹介していきたいなと思います。でパックティーというとですねやっぱり安くて何枚か入ってるっていう感じでちょっと肌着感が強いイメージやったりとかあとすぐよれたりとかあんまり僕パックティーに対していいイメージがなくて結構視聴者の方とかでもそういう方多いと思うんですけど今回ですね探しに探してようやく結構いいなっていうパックティーを見つけましたのでまあそちらのご紹介をしていきたいなというふうに思います。で先ほど言ったみたいにパックティーっていうのはやっぱり透けるっていうイメージとかやっぱりよれるとかそういうちょっとチープなイメージがあると思うんですけど今回ご紹介するパックティーというのは僕も調べに調べて、まあ、丈夫でなおかつ軍隊でも使用されてる生地っていうことになってるので、まあ、ちょっとそこらのパックティーとは違うかなと思って僕も購入してみたという感じになってますので、まあ、早速ご紹介していきたいなというふうに思います。でそのパックティーというのがですねこちらになってるんですけど、まあ、こちらがですね見覚えのある方もいらっしゃればない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、パックティーといえば結構見慣れたヘインズとかそれこそよく見るブランドって結構多いと思うんですけどこれは多分あんまり見たことない方が多いと思うんですが実はですねこのブランド自体ができたのが2019年、昨年できたばっかりっていうことで僕自身もつい最近知って、まあ、セカンドチャンネルでちらっとこの話はしてるんですけど、まあ、最近知ったっていう感じになってて調べてみたらあこれ結構普通のパックティーと違うなっていう感じで思ったんで、まあ、購入したんですが、まあ、このブランドがですねフォースはベタというブランドになっててそれの頭文字で FAB ってなってるんですがフォースアベターってことになってて、まあ、どういうことなんかっていうと着る人をテクノロジーで包むハイテクなウェアブランドっていうことになってるんですが、まあ、そのワードだけで僕ちょっとそそられるんですが、まあ、機能的でハイテクな素材を使ってるっていうことになってたんでこれはおもろそうやなと思って、まあ、実際届いたんで、まあ、開けてみたいなというふうに思います。で、まあ、このように2枚入ってるんですがまあ、このブランドがですね、そのちょっとハイテクなっていう話は先ほどしたんですが、まあ、ブランドのコンセプトとしても無地の T シャツにプラスワンの機能をつけようっていうことで、まあ、これもプラスワンの機能がありますので、まあ、その辺のご紹介をしていきたいなというふうに思います。まず一つ目がですね、その先ほど言ってたパックティーならでは安さ、チープ感をこれなくすために 6.2 オンスという分厚さの生地を使ってるんですが、これ一般的に言うと6オンス以上であれば乳首が透けないって言われてるんですが、ちなみに、チャンピオンの T10-11 って結構分厚いっていうイメージあると思うんですけど、そのチャンピオンの T10-11 で7オンスとか 7.1 オンスぐらいなんで、まあそれに近いオンスの T シャツっていうことになってて、パックティーとかやったらやっぱり3オンスとか4オンスのやつが多いので、どうしても透けたりとかするんですが、まあこれに関しては 6.2 オンスっていう結構分厚めな生地を使ってる割に、まあサラサラした触り心地になってるので、そんなガシガシした US コットンな感じじゃなくて、結構柔らかい感じの質感で 6.2 オンスっていうことになってるので、でまあ乳首も透けないだろうという感じになってますが、まあ、めちゃくちゃ黒い人とかめちゃくちゃ形がいびつな人とかは透ける恐れはありますが、まあ、普通であれば全然多分透けないと思うので、僕が持ってるノースフェイスの T シャツよりかは全然こっちの方が分厚いっていう感じになってるので、まあ、普段ノースフェイスの T シャツとか着られる方でそれで透けない方であればこれは全然透けないとは思うんですが、まあ、こういう 6.2 オンスっていう、まあ、生地の分厚さを使ってるという感じになってるので、まあ、安さはあんまり感じないかなというふうに思います。で2つ目がですね、この生地感がですね、素材っていうのがコットン 100% を使ってるんですが、コットン 100% を使ってるっていうのが、まあそれが何がいいんかっていうとですね、コットン100はですね、まあ取り扱いが結構楽で洗濯とかも簡単にポンってできるし、で着ててもすぐ汗とか吸ってくれるの でなおかつ匂いも残りづらいっていうのがまあまあいいところではあるんですが、その代わりポリエステルとかっていうジムで着るような T シャツとかってポリが入ってるんですが、まあ、そういうのは速乾性は早いんですけど、やっぱ匂いが結構残るので、まあ、そういうのに比べると、まあ、よりナチュラルな私服とかで合わせるような感じの質感になっているので、まあ、私服で着たい方とかは、まあ、コットン100のこういうタイプがまあいいんやろうなと思いますが、ただコットン100のデメリットとしては洗った後、これまだ洗ってないんでわからないんですけど、まあ、洗った後は大概シワクチャになる、でシワがいっぱいつくっていうのは、まあ、コットン100のデメリットではあるんですが、まあ、多分これもそうやろうなと思うんですが、コットン100を使ってるっていうところも、まあ、取り扱いが楽かなと思います。そして次がですね、先ほどちらっと言ったんですが、軍でも使用してる生地っていうことなんですが、これがですね、この生地が全く同じ生地をイスラエル軍の制服で使われてるっていうことになってるので、まあ、それぐらい機能的で、ミリテックっていう生地になってるんですけど、これまあコットンはコットンなんですけど、ミリテックっていうまあ開発された生地になってるらしくて、これがどういう生地なんかっていうと、吸収速乾性がある、すぐに汗を吸って
でそれを乾かしてくれるっていうことで、コットンってあんまり乾きが鈍いっていうのは結構言われたりするんですけど、まあ、これに関しては乾きも早くなるようになってて、まあ、もちろん軍とかで使うんであればそんな頻繁に着替えられないと思うので、まあ、そういうところも考えて着続けててもすぐ汗も吸うし速乾性もあるっていうところも、まあ、この T シャツの特徴なんやろうなというふうに思います。で僕が気に入ってる点もう一つっていうのがですね、まあ、これパッて見てもらったら分かるかもしれないですが、首元がしっかり詰まってるっていうことになってて、あの後で見てもらうんですけど、着用してる様子で首元がガンって締まってるんですが、これが何が大事かっていうとですね、もう僕とかやったらどっちかっていうと顔が重長な顔なので、重長な人ってこう肌色の面積が増えれば増えるほどより顔が長く見えるので、そういう人は結構首元が締まってたりとか、あとシャツとかっていうのが似合いやすいんですけど、そういう方が似合うので、まあ、僕もこういう T シャツは結構首元が締まってるやつを選ぶんですが、逆に丸顔の人とかは、僕の嫁とかそうなんですけど、まあ、そういう人はより V ネックとかで首肌色を見せた方が縦長効果が出て、まあ、より小顔に見えたりとかするので、まあ、そういう人の顔によっても違うんですが、まあ、僕は結構顔が長いので、まあ、こういう首が締まってるっていうのはありがたいっていう感じになってます。でなおかつ安っぽく見えないので、その辺もいいなと思って、この締まったネックっていうのも、まあ、ご紹介させていただきました。でですね、まあ、これだけ喋ったんですけど、まあ、これだけ喋った上で、まあ、2枚入ってて、まあ、値段いくらなんかっていうところやと思うんですけど、まあ、これがですね2枚入ってて値段が4,000円っていうことになってるので、1枚あたり2,000円っていうことで、まあ、僕はこれ今回 M サイズ購入してるんですけど、 M サイズは若干ちょっと大きめっていう感じだったんで、もしあれやったら S サイズもう一回買おうかなって思うぐらい、これあのコスパいいなと思うので、まあ、もし仮に例えばパックティーで探されてる方とかがいらっしゃれば、あのまあこれは結構おすすめなんじゃないかなというふうに思います。まあ、まだ使ってないのでちょっとデメリットがわからないんですけど、おそらくシワは結構できるやろうなというふうに思いますが、まあ、コットン100やったら普通なんで、まあ、その辺は仕方ないとは思うんですが、まあ、その辺がデメリットかなと思うのと、あとサイズ感がちょっとあのオーバーサイズ気味なので、そういうサイズ感が好きな方はいいと思うんですけど、まあ、タイトに着たい方とかであればサイズをワンサイズ落とすか、変にでも落とすと次丈が短くなると思うので、まあ、もしかしたらオーバーサイズ系の人の方が合いやすいのかもしれないっていうところがあるかなと思います。まあ、なので、まあ、これはあくまでパックティーなんで、あの白 T1 枚で考えるともしかしたらクオリティ落ちるかもしれないんですけど、パックティーの中では結構クオリティは高いんじゃないかなと今のところは思っておりますということになってますので、まあ、この後は着用動画見てもらってお別れしたいなというふうに思いますので、まあ、先に挨拶をしたいなと思います。ではですね、本日はですね、フォースアベターのパックティーを紹介してみたという動画になってます。ではまた別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。